はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、ちょっと進みながら始めていきます。前回船の墓場を脱出して流れ着いたところになりますので、先へ進んでいきます。敵が変わっている、タトゥーごつい、やっぱ文句強いねっていうところ。白魔法レベル2を覚えた、レベル2を覚えたからちょっと変えるか、ちょこちょこ変えていこう。黒魔導士で白魔法レベル2で、ダガーじゃなくてやっぱロットだな。で新しく着いた土地で下の方に行けば町があるので、とりあえず町へ行こう。先制攻撃チャンス。そう、効かないけどロットはなんか魔力がこもってるね。やばい、死ぬ、全く効かないんだけど。ただ格闘取得、格闘取得すればね素手でも殴れるから。でカーウェンの町、情報を収集しますか。船の墓場から来た幽霊じゃないだろうな。で寝よう。安っ、10円で寝れんだ。で新しい町に来たってことはやっぱり装備をね少し見ていきたいよね。でシーフとかダッシュがついてるからマジ早い。2階には何もない。ここなんか食堂っぽいな、食堂っていうか調理場っていうか。道具屋さんはなんかある？一応見よう。フェニックスのとかって買えるんだっけ。あ、高っ、セイム。テントは3つあれば一緒。金の針か、キレノコ仕込みと買える。ちょっと目薬は2つくらい、毒消しも1個買っとこう。あ、ポイゾンの針かで、いらないか。で北の山に咲く紫の花、どうこう持ってる。50年前飛竜は戦争に疲れ死んでいった。体育にいるのが最後の生き残り。戦争って何の戦争が起こったの。ブロンズシールとブロンズヘルム、ブロンズアーマー、一応もう一個買っとこう。胸当て、胸当てローブ。いやーこれ金がマジでなくなるな。ちょっとダガーになっちゃうし。よし、なんかめっちゃファンキーだな音楽が。ロングソード、両手持ち OK、 魔法剣 OK、 ロッド杖は変わらず、ブロードソードだっけ、両手持ちは確かに強い。で魔法、レベル2の魔法ってでもなんか大したあれじゃなかった気がするな。スリプルとかか。プロテス一応買っておこう。サイレス沈黙状態にするか一応買っとこう。スリプルも買っとこう。誰がスリプル聞いたとかよくわかんないし、ボスとかで聞くやついたっけ。で情報といえば酒場、世界地図、ナイト両手持ち、北の山に飛竜層がある、毒に阻まれている、飛竜とともに貴重な飛竜層、いい商売になる、隠し通路が見える、1000円、やった。台風の近くに隕石が落ちた。ここってさどうやって情報が広がるの、ネットがあるわけじゃないのに。ピアノは弾こう、重要。うまくなりました。で上に扉がある、2階、なんもね。これ何の部屋、店主が休む休憩部屋かな。一般人立ち入り禁止にしとけよ。風が弱まってきて船が出せない、船が出せないとボルスまで行けない。港が世界一でも船がない。トカゲみたいに冬眠するやつら寒さが苦手。この町の南、海を越えたところにウォルスの国がある。クリスタルの力を利用している、水ね。止めなきゃ、ウォルスへ行く方法。船が出ていたけど風が弱まっています。シルドラもいない、すまん、先に謝った。いい方法、海はダメ。
海がダメならこれなんか情報手に入れなきゃダメなのかな。海がダメならなんか あるね。毒消しなんか誰か言わないのかな。あ、うちの旦那が北の山に竜が飛んでいくのを見かけた。誰も信じてくれないからパブの2階でいじけている。あ、今のがフラグだったんだ。ここは一般人も入れたんだね。本当に見た、竜が北の山に飛んでいくの。どんな竜？鎧みたいなのをつけている。お父様の飛竜が北の山。どうした？北の山には飛竜草という草が生えている。飛竜の傷はその草でしか治せない。飛竜は傷ついた。海がダメなら空、飛竜ならウォロスへ行ける。上出来、北の山へ行こう。なんで傷ついたんだ飛竜は。ではもう早速向かっちゃおう。ガンガン進んでいこう。で、いや文句、ヒットポイントは高い。アリスをねちょっとどう育てるか今迷ってんだよね。まあ、ガナフはとりあえず文句でいくでしょ。でレナは魔法系でしょ。でバッツはナイト系、ポーション、テント、現地調達。北の山ダッシュするとね荒ぶるからね。21通ります。強い、マジ強い。正直文句文句の方が火力が出そうな気はするけど盾いいね。まあ、同じジョブを入れてもねっていう楽しみ的に。ゲイラキャット、うん、やっぱナイトはもう武器に依存するな。だいぶ武器が強くなれば火力が上がる、当たり前だけど。でマジックパワーどれだけ使ってっていいかだよね、普通の戦闘で。でもなんかボス前にはさあれがありそう、回復ポイント。盗むはまだ一緒、別にブリザードでいくか。じゃあ80、まあ火力的にはなかなかだな。マジックパワーいくつ使うんだ、全然見てないけど。金の針、できれば一発で倒せる火力が欲しい。魔法で61574、まあまあだな。ヘリ的にはアビリティポイントはもう全然くんないんで、基本1、高くて2だからね。盾いいね。回避率川の盾でいつだっけ。いや倒せねえ。今のところシーフのアドバンテージがほとんどない。まあ戦闘要員ではないからね、隠し通路とかダッシュとか、まあ、そういう補助系。上はなんもない。ゲイラキャット一体先制攻撃だ。敵一体でも3、4体いても1だからアビリティポイントは。ゲイラキャット、カウンター。まあ、両手持ちにするかカウンターにするかちょっと悩むな。でこれなんか毒になるらしいからちょっと一応避けていこう。でもどっかで毒にならなきゃいけない気がする。コカトリスがいるってことは石になる可能性がある。で今は石化を直すのが金の針しかないから、しかも1本しか持ってねえし。何、空中の敵には当たりづらい。殴りが届かないか。ダッシュ使うとマジ絶対荒ぶるから。あれこれどこ、あ、あっちか、左か。ここに穴が、
文句一番最初に行動してくれれば蹴りでもいいんだけどな。ここがトリス60、速いし、さすが素早さかな。で結果いい、ちょっと一回整理しよう。アイテムテント、でレナのマジックパワーをどうするか、節約していくか。お、あれはお父様の兜、ミスリルヘルメ、そうなの、いた、毒に侵された。レナ魔気さ、飛竜を追ってやってきた、とんだいものがかかった。飛竜の角は高く売れる、タイクーンの王女、旦那へいい土産になる。パリス落ちた、何すげえな。こんなロープどっから調達してきたの。4人まとめて始末してやる。4対1だぞ、よく勝てると思うな。こいつも毒になってる。サンダー48、盗む、何も持ってない、しょぼいな、何も持ってないと。こいつクソ、一旦無駄にさせやがって。エアロ72、やべっつえ。ポーションじゃなくて、まあ、ここは回復だな。じゃあ蹴りクリティカル、あんた出番だよ。ごっついのが来た。ホールッツァ、リジェネ、いやめんどくせえのかけられたな。タックル、機関、ちょっと待って、後ろになってる。ファイヤー、プロテスでちょっと防御の薄い、まずパリスを貼ろう。まあまず先にいる、こいつから倒す。と40で、プロテスでこっちも貼る。でかつ自分でポーションで回復しよう。攻撃役はガラフとバッツに任せよう。50 44、プラスだな、やばい、マイナスになる、てか死ぬ。めちゃくちゃ集中攻撃を食らう。ポーションの回復量がちょっと少ないな、50って微妙すぎる。待って、なんでさパリス狙うの、逆恨みしすぎだろ。もう2個しかないんだけど、1体減ってくれればだいぶ楽になるんだけど。よし倒した、ブリザード、なんだお前。90、倒した。クロマホーレベル2、エアロを覚えた。え、なんで、あれエアロって青魔法だっけ。ブチ、力の薬、ファリスありがとうございます、さよなら。飛竜、ひどい傷。レナ、え、てか飛竜草はなんで自分で食べられないの、もう動けないのか飛竜は一歩も。ジャンプとかで超えらんないのかな。また毒になってるよ。飛竜草って食えば即元気になるのか、すげえ草だな。
げえ。どういう力だ。レナの毒が消えた。さあ行くぞって。当然のようにこう飛竜を酷使するような。高いところは苦手とか言いつつさ、結構高いところにいたよね、最初の序盤とか。4人乗れるもんなんだこの飛竜に。めちゃくちゃ怖そう。大層な感じでさ、飛竜スタートするけど、これしょぼいんだよね。山越えられないから。で、ここでもう買う必要はないから。で、こっちは、なんかある。ここ。まず町から行こう。ウォルス。ウォルス王は偉い。水のクリスタルの力をみんなのために使っている。町の水はみんなそこから引いている。クリスタルはウォルスの塔にある。こいつ何してんだ。ガルだ。おとなしい子だからいじめないでね。あれ、いけない、いけた。魔法屋さん、時魔法か。あー、なるほど、ヘイストは欲しい。あ、召喚魔法もあるじゃん。敵全体を攻撃するデブチョコボ、これたまに出んの、デブチョコボ。いや、一応買っとこう。レモラ、マジ。ミュート。味方全体の、あ、敵味方全体か。まあ一応買っとこう。意味あるかって言われたらちょっとわかんないけど。魔法を使ってくるやつにご了承するときか。クリスタルのおかげで、水はとってもきれい。モンスターも寄せつけない。すげえ力だな、水。タイクーンのクリスタルは砕け散りました。しょうがないです。アイアンか、買おう。剣法器、買えねえ。木綿のローブ。金がね、もう武器とか買えないっしょ。ダガーがちょっと弱いな、まだ。青魔導士の方がいいか。青魔導士は青魔導士で武器装備できるからね。シーフレベル2。アビリティってさ、先の分見えなかったっけ。何を覚えるか。バトラックス。ダガー。14。ロングソードで22だからね。全然攻撃力違うわ。で、カエルがいるけど、下に行く意味ってあったっけ。こいつ邪魔くせえな。こっち来い。あっち行きやがった。こっち来い。よし、上に。よし、ギャッ。めんどくさい、一回外に出よう。リセットする配置を。で、速攻でいけねえし。こう、なんだこいつ、マジ邪魔くせえ。下行け。また男がいる。なんかある。え、なんかメガネ手に入れた。これあれかな、それアクセサリーとか。防御が上がるし、魔法防御一応装備しとこう。重さが上がるってことは素早さが落ちるってことか。変える。変えるはいいな。なんだ、何を思っている。特に何にもなしか。城へ行こう。ウォルス城。うわ、開いた。誰でも受け入れてくれんのか。2階。水の力で守られた無敵。宝が眠っている。レナ姫、ゴールソー。水のクリスタルの力を増幅させるのはやめてください。そんなことできるわけがない。クリスタルは砕け散ってしまう。風のクリスタルのことは聞いている。水のクリスタルが同じように砕け散るかどうかは分からん。それに民衆は反対する。なんだ、隕石。
端点めちゃくちゃ近いよね。隕石ってどうやって操縦してんだろう。一回目的地をセットすれば自動なのかな。ウォルスの塔の近くに隕石が落ちた。兵を集めろ。塔へ向かう。急用ができた。もう一度話し合おう。まあ、ここら辺の王様、対空もそうだけど、王が率先して前線に立つね。ここは兵舎か。3階クリスタルの研究が進まない。なんか右に扉ができたんだけど。この本によれば、シブはクリスタルに救命を出し水に封印された。封印されたって何？召喚獣がなんか悪者になってんだけど。遥か西、古代図書館。で、下に行こう。倉庫。氷の魔人シーブは、この城のどこかに封じた伝説がある。テント。樽の中にいて、490。完全泥棒だな、フェニックス。隠し通路はない。なぜならば、シーフがいるから分かる。普通に地下に降りよう。悪者ぞろい。なんか言ったよね、そういえば。なんか助けてくれみたいなやつ。こいつ。出してくれる？いいえ、ケチ。こいつは？出してくれんか？いいえ、ケチ。優しい王様でも悪事は許してくれない。そりゃそうだろ。ケチとかっていう問題じゃねえだろ、そもそも。てか勝手に出せるさ、警備体制どうなってんだよ。こっちなんか意味あんの？あとで行こう。もう一個の方を見てみましょう。こっち。なんだ、どこへ通じてんだ。あれ、意外に排水塔。これ水が流れてる間ダメなのか。ちょっと普通に敵出てくるし。氷柱だと結構強い。しまった、ポーション使ってしまった。貴重なポーションを。もうないよ、金もねえし。ひたすら盗むか。不思議。ナイスカウンター。いや、カウンターかどうかわかんねえ。ポーション手に入れた。1個無駄にしてしまったからな。ああ、ここにいるね。倒せる今。あ、アイスソルジャーってそういえばさ、痛い。いいの持ってなかったっけ、カウンター。ちょっと待ってね、防御して盗む。防御。カウンターが発動する。またの機会。ただ今は召喚士がいるわけじゃないんで、ちょっとあれだけど、あれ、これ下に行けね。アイスソルジャー。なんでこうガラフを狙ってくるの。狙ってほしくない時に限って狙ってくる。盗む。盗み損なった。いいよ、ちょっと盗めるまでやろう。ブリザード。痛い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 。よっしゃ、ミスリーソード。そう、これよ、これ。死ぬ。死んだ。ちょっと待って、フェニックス蹴り。で、戦う。さて、ちょっと回復しよう。てかもうマジックパワーが足んねえんだけど。で、ミスリル系いいね。下に行く。げっ、こっから出てくんのか。ちょっと待って、また上に行くのめんどくさいな。
回回復させるかどうする。まあいいや、突っ込もう。ではここまで来たけど、もうマジックバーがないんだよね。魔人支部は主にふさわしいものか試させてもらいましょうと。ちょっと待って、敵いっぱいいる。アイスコマンダーってなんかいいのに。だ、死にそう。クリティカルとかフリちゃんだ。なんかレナ食らってなくね。なんで後ろにいるから盗む。盗み損なった。ちょっと待って、本当にさ、でも余裕がないんだけど。90、全体に90がでかい。蹴ろう。何つえ、やばい、死んだ。これ全滅する恐れがかなり高いな。フリザラ単品できたか。レナが死んだ。これはマジで勝てねえわ。勝てる気がしない。蹴り、しかもミスってるし。いって、ちょうど死んだ。ナイト勝って、フリザラ魔法には弱い。80、無理だな。いや強いんだけど、アイスコマンダー。やるじゃないか、今の状態じゃ倒せないな。出直してこよう。じゃあウォルス城に戻ってきて、なんかこっちも行けるよね。え、地下1階、なんか勝手に入っていいのこれ。え、入れるんだけど。ガルキマスル、なんかまた強そうなんだよ。スピードドリンク、ちょ待って待って待って、400とか無理なんだけど。ふざけんな。これ逃げられる。140、なんとか逃げてくれ。ウォルス城とか異常なんだけど、なんなんここ。ちょもう出てくんな、出てくんな。対処できん、もうシフ文句。逃げた。よしよしよし、なんて危険な城なんだここ。マジで町へ帰って寝て、でファリスちょっともう一回青魔導士に戻そう。あのミスリルソードもう一本パクったんで、多分装備できるでしょう。ミスリルソード、ウォルスのこれ寝れば回復するよね。別に生き返らせる施設とかあるわけじゃないから、もう走ってって寝たいよ本当に。でさっきのところで多分ちょっと金が増えたから、2000円あるから、ファリスはだから青魔導士にして、でアビリティは盗むがない。調べるしてもしょうがないしな。一応隠し通路のところじゃ。でミスリルソードだよね。よし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 、火力は上がったはず。でちょっと待ってね、ポーションなんだかんだで必要だな。10個くらいは持っとこう。400円だしね。で武器は大丈夫なはず。防具を揃えて、シールド装備できます。アイアンヘルム無理、アーマーは無理、剣法着が2つか。キリキリだ。なんだかんだで金がなくなったな。でやっぱり文句はちょっと火力は高いけど防御面に難がある。というわけで俺たちもこっちへ向かうか。隕石、先に隕石を調査しよう。意味ないけど、何もいけない。じゃあこっちのウォルスの塔、ガルダ、普通にガルダ出てきてんじゃねえか。なんかいじめないでねみたいなこと言ったけど、さすがに硬い。78、うん、まあまあまあいい火力だよ。54、クリティカル126、強い、マジで強い。あれ経験値とかなくね。ウォルスの塔1階、ガルラが暴れだした。塔に入ってきた。王を持ってきた見知らぬ戦士が1人。ガルラは決して人を襲ったりしなかった。というわけで、今回はここで終了して、次回はこのウォルスの塔からやっていきたいと思います。一回外出てセーブしよう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。